マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の西のレグナント、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ベラジオオペラ前に行きそうです。先手を取ったのはベラジオオペラ。外を通ってロースブリッジ、その外からコーオビスケッツ、ステラベローチェ、そのうちに続いています。その後ろにマテンロスカイ、外にはシルトホルン、これに続いてリバティアイランド、ここにキングズパレス、タスティエーラ、それに続いています。その外にヘイベンスティール、その隣にローデュース、すぐ後ろにジャスティンパレス、その後ろにソウルオリエンス、その外から西のレグナント、最後方にカノンベルーガ。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から9番ホーオビスケッツ、一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。リードは1馬身から2馬身、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ9番ホーオビスケッツ、2番手はロースブリッジ、間を挟んでマテンロスカイ、3番手。さあいよいよ直線の攻防、ホーオビスケッツ先頭です。外にいるのはリバティアイランド、さあ先頭はリバティアイランド、差はほとんどありません。ホーオビスケッツここまでか。ローデュース伸びてきた。ここから勝負をかける。残り 200m を通過してリバティアイランド先頭を走る。リバティアイランドゴールイン。2着はローデュースベラジオオペラ、3着です。勝ったのはリバティアイランド、このレースを制したのはリバティアイランド。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはドースブリッジ、ドースブリッジ先手を取りました。その後ろにベラジオオペラ、外にはホーオビスケッツ、その後ろからはマテンロスカイ、ここにステラベローチェ、外を通ってキングズパレス、ここにつけたのがシルトホルン、その隣にリバティアイランド、その外にレーベンスティール、内からタスティエーラ、隣にはローデュース、その外からジャスティンパレス、ソウルオリエンス、そのうちに続いています。外にはダノンベルーガ、最後方に西のレグナント。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から見ていきましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてロースブリッジ、ロースブリッジいい足で伸びてきた。間を挟んでベラジオオペラ、3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はホーオビスケッツ、もうほとんど差はない。ロースブリッジここまでか。外からローデュース、一番前にはホーオビスケッツ、残り 200m、 ローデュース2着争いに加わってきた。ローデュース粘り込みを図ります。先頭はローデュース1着でゴールイン。2番手にはガノンベルーガ、ソウルオリエンス3着です。勝ったのはローデュース、このレースを制したのはローデュース。スタートしました。好スタートを決めたのはジャスティンパレス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてジャスティンパレス行きました。ホーオビスケッツ先手を取りました。内からはベラジオオペラ、ロースブリッジ、この馬もこのグループ大きく離れました。シルトホルン、これに続くのがマテンロスカイ、その外にリバティアイランド、並んで14番レーベンスティール、ステラベローチェ、そのうちに続いていますキングズパレス、上がっていきましたタスティエーラ、それに続きます。その後ろにソウルオリエンス、その横にダノンベルーガ、その後ろにドーデュース、しんがりから西のレグナント。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。5番ノースブリッジ、一気に先頭に立ちました。各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ5番ノースブリッジ、ホーオビスケッツ、これはいい手応えだ。シルトホルン3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。
先頭を行きます。ノースブリッジ、メイベンスティール、外から先頭に躍り出た。懸命に追う。ノースブリッジ、ドーデュース、いい足。ここから勝負をかける。先頭に立つのはメイベンスティール。200を切った。後続を引き離しにかかります。ドーデュース、前とは離された。メイベンスティール、強い強い。メイベンスティール、圧勝、ゴールイン。2着はドーデュース、3着にリバティアイランド。勝ったのはメイベンスティール。このレースを制したのはメイベンスティール。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。花を切ったのはベラジオオペラ、ベラジオオペラ。先手を取りました。外にはノースブリッジ、外を通ってオーオビスケッツ、マテンロスカイ、それに続きます。この位置にステラベローチェ、その外からシルトホルン、内からはリバティアイランド、その外にレーベンスティール、内からタスティエーラ、その隣にキングズパレス、すぐ後ろにジャスティンパレス、すぐ隣にドーデュース、これに続いて西のレブナント、その横にソウルオリエンス、最後方にダノンベルーガ。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。前に戻りましょう。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。5番、ノースブリッジ、レースを引っ張ります。隣にはオーオビスケッツ、大ケーキを通過していきます。前はノースブリッジ、外を通ってオーオビスケッツ、間を挟んでベラジオオペラ、3番手。さあ、いよいよ直線の攻防。1番前にはノースブリッジ、タスティエーラ、まだ足は残っているか。先頭にノースブリッジ、外から勢いよくタスティエーラ、先頭ベラジオオペラ、ここまでか。200を切ったタスティエーラ、このまま振り切れるか。ベラジオオペラ食い下がる。タスティエーラ先頭だ。タスティエーラ1着。続いてベラジオオペラ、タスティエーラ、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ、前に行くのはどの馬か。オーオビスケッツ前に行きそうです。先手を取ったのはオーオビスケッツ、ノースブリッジ、上がっていきました。ベラジオオペラ、そのうちに続いています。これに続くのがシルトホルン、内からはマテンロスカイ、この位置にステラベローチェ、外にはキングズパレス、その外にリバティアイランド、ここにつけたのがレーベンスティール、ジャスティンパレス、それに続きます。この集団にタスティエーラ、青の帽子ドーデュース、その後ろ、その後ろに西のレブナント、内を通ってソウルオリエンス、しんがりからダノンベルーガ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで先頭が変わりました。ノースブリッジ、さあノースブリッジ上がっていきました。ベラジオオペラ3番手、後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭を行きますノースブリッジ、しかしその差はわずか。粘り込めるか。外から接近ベラジオオペラ、ホーオービスケッツ、外から伸びてきます。先頭にノースブリッジ、残り 200m、 ここで先頭に立ったドーデュース。ベラジオオペラ離されていく。ドーデュース1着。2番手にはベラジオオペラ、3着はダノンベルーガ、勝ったのはドーデュース、このレースを制したのはドーデュース。